ありがとう。こんばんは。この時間に、この時間帯にやるのなんかちょっと久しぶりな気がする。こんばんは。こんばんは。体調はどう？元気ですよ。私体調悪いって言ったっけ？あれ私言った？全然よ、いいんですけど。大丈夫だよ。こんばんは。そう、明日はねオンラインサイン会なので、そう朝早いから早めに寝なきゃということで早くやってます今日は。ですね、情報解禁スペシャルみたいなのがあるのかな今日の夜に。そうだからそれもあり、今いろいろあって今日は早めです。こんばんは。オンラインサイン会、今回はね、明日は生写真にサインを書きます。前回はね、チェキだったんですけど、今回は生写真らしい。いつ撮ったやつだろう。私がさ、思い当たるものが一回そのこれだろうなっていうものしかないから、その日の顔が使われるであろうって感じだけど、こんばんは。こんばんは。サイン会長丁場ですけど頑張って。確かに長いけど、なんかそんなにさ、なんかおしゃべりしてるからいつものショールームとそんな変わんない感じがする、個人的には。個人的にはそんな疲れたってならないかな。こんばんは。今日はね、本当はレッスンだったんですけど、急遽お休みになったので手綱の練習をしておりました。まあお昼まで寝てたんですけどね。全然寝てたんですけど、でもその後は練習してました。こんばんは。こんばんは。し
験のことだ。ありがとうございます。 SK ホテルチームですね。しぐれずきです。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。明日さ、なんか月間のスケジュールが最近来て、7月のね、なんか更新されましたみたいな。でさ、スケジュール見てさ、16日アルバム特典会みたいなのあってさ、そんなのあったっけなと思ったらサイン会だった。どうしようかな、私服何がいいかな。ないわけじゃないんですけどね。なんか、びっくりした。そう、ないわけじゃないんですけど、迷っちゃう。私服そう、なんかさ、アルバム特典会っていう名前だったからさ、そんな名前のイベントあったかなと思って、なんかオンラインサイン会とかならまだわかるんだけど、アルバム特典会って何かあったっけと思ったらサイン会だった。でも昔からサイン会、まあこれ何回も言ってるけど、昔からサイン会好きだから嬉しい。CMS の進行なかなか当選しない。次は28かな、発表されましたよね。もう今日28はアナンちゃんの生誕祭、楽しみですね。23と8があるって感じですね。楽しみ。こんばんは。まあ、でも今新公演あれですよね、土曜日とかが多いから、土曜日だとさ、応募できるような人が多いからあれで、確かにあんまり当たんなそう。こんばんは。前髪が長すぎてもうやばいかもしれない。アナンちゃんの生誕祭、一人でも多くのアナンちゃん推しの方に当選してほしいので、時間の時に応募します。そうだね、ぜひ。まあ、生誕祭は年に1回だし、アナンちゃんはあれだよね、昇格してから初めてじゃない、生誕祭するの。正規メンバーになって初めての生誕祭だって、余計にさ多くの人に入ってほしい。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。
ばんは。明日はももたんが忙しくしてしまった。明日は公演じゃないです、来週ですね明日はアルバムの特典会なので、来週ですね、23日です。次は23だよ、その次が28。そうだ、あれだ、今あれやってるんですよね、アバターガチャみたいなやつ。そうだ、なんか配信始めるときになんか出てた、アバターガチャみたいなやつ。こんばんは。そうやって、なんか SKE は今日じゃなかったっけ、なんだっけ、なんかグループで違いますよね、確か。そう、 SKE 今日じゃなかった気がする、わかんない、最後の方だったような記憶だけど、どうだろう。こんばんは、ギフトもありがとうございます、ありがとう。こんばんは。こんばんは、ギフトありがとうございます。うん、そう、もうすぐ絶賛なんですよね、うなぎが食べたいうなぎが食べたい、うなぎ食べたい、うなぎ。なんかさ、名古屋、一応名古屋名物じゃないですか、うなぎ、うなぎっていうかひつまぶしが。けどさ、そんなに別にさ頻繁に食べるものじゃないから、住んでても食べたい、うなぎ食べたいでも去年本当にやばかったんですよ、差し入れが。そう、本当になんかもう贅沢すぎて現実かなっていう。ゆずの予想は、でもなんかあれがありそう、朝昼夜だから朝行ったらコンパルのサンドイッチとか置いてありそう。私コンパル大好きなんですよね、いつもあるとテンション上がっちゃう。食べたい、コンパル大好きなんです。去年はなんかお昼に焼肉のお弁当食べて、あの有名なね焼肉屋さんのお弁当食べて、夜はひつまぶしお持ち帰りみたいなやつ、あのでも言ってたんですよ、スタッフさんがもう開演してその公演が終わった頃には下げてるから、食べ物系はね、取るんだったら今のうちに取っておきなって、
すごい強く言われたのよ、ゆずはすごい覚えてる。そうだから、あそうなんだと思ってパッて取ったの。そうまあ数がないのは知らなかったんですけど、全員分があるのとかない問題はね、そこら辺はちょっと私もね、あのこの間の公演で知ったのでちょっと知らなかったんですけど、私は言われたのを覚えてるから、そうやってね、そうなんかいつまでも残しておかないから、そう開演して公演中にそういういろいろお弁当とかも片付けちゃうたりするから、そう取るなら今のうちや、今のうちだから取っておきなって、そうスタッフさんが言われ、スタッフさんから言って言われたの。ゆうとありがとうございます、こんばんは。そうなんか後から差し入れとかもね、なんか来るから、そのスタッフさんじゃないや、関係者の方とかが持ってきてくださることもあるので、 そこにお弁当とかがあると置けないから、そうそういう時のためにも早く下げちゃうんだって。こんばんは、ギフトありがとうございます、ありがとう。あコンパルはあれですね、サンドイッチ、なんかエビカツとかが入ってるやつ、めちゃめちゃ美味しいです。栄地下とか免疫にもある、そう免疫の地下にもあります、探してみてはめちゃめちゃ美味しいからおすすめ。美味しいよねコンパル、エビカツっていうかエビフライが入ってるんですよサンドイッチの中に。そうあとは普通に名古屋コーチンの卵サンドとか多分あったはず、結構美味しい。なんかサンドイッチっていうか、 なんかホットサンドみたいなのに近いんかな、なんか食パンなんですけど、ホットサンドみたいなやつ食べてみそうでもちょっとねいいお値段する気がする、サンドイッチでこれかって感じだけど、食べてみる価値はあるんで、ぜひ。美味しいから、そう名古屋駅にもあるし栄にもあるから、劇場来るときはそう栄でも買えるし、わざわざ栄まで行かなくても名古屋駅にもあるので美味しいです。こんばんは。確かにコンパルってあんまりさすごい有名ってわけではなさそう。そうなんかね、その愛を君に会う僕に公演の初日の日にもあったんですよコンパル、美味しかった。そうそれ1個食べて、3つ入ってるんですけど、そうそれ1個食べて公演したぐらい美味しかったまあ、主権の方さありがとうございます。 SK48 チームスの石黒ゆずきです、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは。はじめまして、はじめまして。アプローチって防水機能ついてる、ついてます、ついてるけどなんか怖いからあんまりあの水の中入れたことないそうなんか防水機能ってさ、いろいろ今のさなんか携帯とかもだけどさついてるの多いけど結局怖くてダメだってなっちゃう。あんまりなんか手洗うときもたまに外したりする、なんか皿洗ったりとかそういうときはつけません、外します。アップルウォッチ水没させたお宅取りますって、ほらやっぱいるんだよそういう人も気をつけて、そう怖いからね外しますね。
大切にしてます。まあお誕生日プレゼントなのもあるけど、まあまあ高いからさ、そう別にもう多分買ってくれないから、自分のお金で買いなって言われちゃう、多分今壊したらそう自分のお金で買いって言われちゃう。保険入ってないんだよね多分。そうこの間も携帯さ壊れてさ、そうなんか画面がもうそもそもバキバキだったから、新しいのにしますかって言われたのよ、携帯自体を。そう携帯自体新しくしますって言われたから、保険入ってたらそうもしないですけどって言われて、入ってなかったらまあ4万か5万ぐらいですかねって軽々しく言われて、いやそんな無理ですってすぐ言ったよねそう今高いからね携帯も。だけどそう気をつけようみんな。そうだそう値上げしたんだよね。そうそうなんか AirPods Pro 新しいの出る、そうなんかさ聞いたじゃない、携帯でさ見た、それなんかさあるありますよね、あのこのさなんか出っ張ってるみたいなところがなくなるんでしょ。私よく AirPods 落としそうになるからちょっと買わないかな。こんばんは。あその時携帯直してもらった時はお金取られなかったです。そう機種ごと新しくするってなったらお金かかるらしいけど、そうその初期化してもらっただけなので、そうその時はお大事にって言われたお大事にって何って感じだけどね、お大事にって言われました店員さんに。一人で携帯ショップみたいな入ったの初めてだったからさ、ドキドキしたわ。おとなしくおらんくて。そう、お大事にって言われた。こんばんは。そうでも平日だったんですけどめっちゃ人いて、そう人やばかった。でもさすがなんかアップルの店員さんだからか、みんな iPhone だしさ、 AirPods つけてたり Apple Watch みんなつけてたり、なんかかっこよかった。すごい統一感があってまあ Apple の人がさ、そうなんか iPhone じゃなかったらもうさすがに面白いけど、それはそれで、でみんな Apple Watch つけててさ、やっぱつけるんだって思って、お揃いってお揃いって感じでした。初期化だけでパスワード正常に言ってたの。ゆずもね、もう1週間前ぐらいだから覚えてないんですけど、正直ね。そう、正直覚えてないんですけど。そう、あのね、なんだったかな。なんかとりあえずまず携帯が動かなくて、動かなくなったの。そう。なんか後々分かったことなんですけど、私があのお母さんに LINE しててなんか届かなかったのね、 LINE が。そうだから、そう外にいたのその時に。そうだからなんかここが電波悪いのかなと思って一回電源切っちゃおうと思って切ったのが始まりだったんですけど、そう電源切ったはいいけど、切ってパスワード打つじゃん、でパスワードが違いますって言われて、いやそんなはずないのよみたいな、こっちはもう何回もこのパスワード打ってるのに違いますって言われて、
そうでもすごい打ってんだけど違いますって言われるからどうしようねってなって、とりあえずずっと打ち続けたのね、自分が思うパスワード。そしたらなんかずっと違いますみたいな、そう言われて、でそれをやった結果動かなくなったんですよね、携帯がね。そうもう動かなくなって、そのままアプリに持ってったら、うーんちょっと私たちも分かんないですねみたいな、まあ、とりあえず直しちゃいますねって言われて、そう直してくれました。めっちゃ早く終わった、20分ぐらいで元通り。でも本当になんか携帯買った時の中身になって、そうでもその後そのパスワード打ったら合ってたのよ。なんかバグってたのかな、そうよくわかんないんですけど、そうよくわからんね。とりあえずで治るの。いやほんとそれ何だったんだろう。なんかとりあえずなんかパソコン持ってこられて、いろいろなんかつないで、なんか Apple ID とか打って、とりあえずなんかやってもらいました。だからもうその後もうスタバ入って必死にもう携帯のさ、前の携帯を見ながらパスワード打ったりして、そうツイッターインスタ入れてみたいな、もう初期化しちゃったからアプリも全部消えたのでそうだから今もう怖くてパスワード入れてない。使った方がいいよね多分。まだフェイス ID セットしてないんだよね、しなきゃ。そう復元はねもう無理ですねって言われて、でも LINE とかも別に使えるんだけど、トーク履歴とかはバックアップ取ってなかったので、まあそれは自分が悪いんですけど、バックアップ取ってなかったからありません、トーク履歴はね。トーク履歴だけない、ただ連絡先が消えたとかはないです。私 Twitter もインスタも別に普通に使えるし、そうなんかそんなになんかショックって感じではなかったかな。もうとりあえず携帯が使える喜びが大きすぎて、もう十何時間使えなかったから携帯がね。そう夜のね前日なんかね18時半ぐらいから次の日の14時ぐらいまで使えなかったのよ。もうスマホ依存症の私からしたら地獄すぎて、もう早くアップルに行きたくてしょうがなくてめっちゃ急いで向かった。そうもう無理ダメですね。携帯動かないほど不安なことない。いや本当にそう、なんか何もできないもんだって。まあ Twitter とインスタとかは他のもう一個の携帯でできちゃうからいいんですけど、誰とも連絡が取れなくて電話しかできないから、そう電話も自分からかけれないのよ、かかってきたものしか出れなかったの。そうだからね大変でした大変でした。こんばんは。そう LINE はねできなかった。そうでもね、そうその携帯を落としすぎてバキバキなので、今 Amazon でたけしがねフィルムを買ってくれたので、新しくね明日それをつけます、付け替える。そうフィルムだけ割れてるならさまだ別にいいんですけど、携帯本体割れてたらちょっとショックかもしれん。大丈夫かな、それが怖くて今私の見る限り多分大丈夫そうなんですけど、結構深いんだよねなんか傷が、画面のいけてるんかな。
ンライト、あ、そう、私赤と黄色なんで、ぜひ振ってください。お腹空いてきた。そう、明日はちょっと朝早起きしなきゃいけないので早く寝ないと。今日の夜ご飯はまだ分かんないです。昨日は麻婆茄子でした。美味しかった。茄子大好きなんですよ。こんばんは。10時から配信だもんね。そう、明日10時からオンラインサイン会です。早起きできるかな、心配だよ。早起きでしないと、私メイクしていかないとさ、すっぴんでやることになる明日のオンラインサイン会。ちょっとそれはきつい、ちょっときついので、それだけはちょっと嫌だな。ギフトありがとう、ありがとうございます。それはそれでありかも。本当この今の顔でやっていい？この顔でオンラインサイン会するけど、それでいいなら全然。私が嫌だわ。ギフトありがとうございます。ありがとう、ハートいっぱい。こんばんは。自分も早くして生徒待機します。でもオンラインサイン会とかさ、いつ呼ばれるか分かんないよね。オンライントークはさ、分かるんだっけ、何時からかみたいな。オンラインサイン会は分かんないよね。緊張しちゃいそう。こんばんは。こんばんは。やっほー。何時までやろうかな今日。まだね、鉄の頭4曲しかやっておらんので、そうやっておらんのでやらないといけないんだよね。何もやっていないっていう。
頭4曲なんてもうさ簡単なんだよ。そうもう簡単ない、本当に頭4曲やっただけで、あとさ10曲ぐらい、10曲はちょっと持ったな、7曲ぐらいやらないといけない。こんばんは。ピンチってこと、いや踊れないわけじゃないのよ、あのユニなんかフリーブイだけを見てるから今までずっとね、そうまだ踊ってないの。でも頭の中はもう完璧、もう余裕なんですけど、そう立って踊ってないんだよね、まだ。なんとなく 手だけ踊ってみるみたいなはできる。そうただ立って踊ってないっていう、ただそれだけなんですけどそれだけなんですけど、50分になったら終わろうかな。そう立ち位置は明日レッスン上予約したので明日練習します、覚える。明日立ち位置はでもね一応見てはいるけど、だいたいこの辺かなみたいな話が見てないから、番号までは細かくは覚えてない。イメトレガチ勢ってこと、まあ、そういうことですねそういうことですね。そうです、こんばんは。いやマジ衣装入るかな、そっちの心配もあるんだけど大丈夫かしら、怖いよね。2年5ヶ月とかさ、そんなやばくない？何か余裕を感じる。え、でも焦ってないんだよね別に、だって踊れるもん踊れるもん。どうしようはならないけど、ただなんか絶賛の次の日にリハで、その次の日に本番っていう、そのスケジュールがにちょっと不満抱いてるぐらいでそう、そっちの方が心配だわ。早起きできるかなとか、そっちの方が心配。やばくない？どんなスケジュールだよ。ゼッペに公演してさ、次の日朝早くから砂乗りはしてさ、その次の日はもう本番だよ。しかもまあ振り入れはありませんって言われたけど、まあ踊れるから別にいいんだけど、なくて。いやね、本当に。こんばんは。でも夏って、ね、いつもこんな感じだよね。なんでなんだろうね、やっぱ夏って多いじゃん、イベントごとが結構。夏はいつ忙しめですね、いつね、夏だから。すぐね、福岡もあるしね、なんか意外と早いな。メンバーになって最初になって大変だった、大変でした。美浜海遊祭があったのかな、美浜海遊祭めっちゃなんか覚えること多かった記憶、え、わかんない、あんまり覚えてないけど熱って感じでした暑かったね、美浜海遊祭。響きが懐かしすぎる。
そう、野外、そう、野外、そう。17年、18年、19年は野外でライブしたのかな、伊豆は。多分してたはずなんですけど。そう、マジで暑かった。月だけで A3 やって、あ、 C3 かな、それアルファベット違いですね。 C3 ですね。懐かしいです。そう、でも入りたてってやっぱ何も知らないからさ、とにかく覚えることがありすぎて。でも先輩はさ、もうやってる曲をただただやるだけだから、別に覚えることなんてないじゃないですか。それ、そう、本当にそこが大変だったかな。なんか私たちは初めてこれ踊るとかが多かったので、そこが大変だったか。でも今はそんなになんか、そんなにあれもこれもあれもこれもって感じはない、あんまりないかな。から、まあ、それだけ覚えてきたんだなと思うけど。こんばんは。そう、今はね、そう、ちゃんと踊れるんで大丈夫です。ロングトーク会の抽選当たったので月末お邪魔します。あ、ありがとうございます。ロングトーク会もう、そうだそうだ、今月末か。早っ、早いね。ひー、早すぎじゃない？もう時が経つのが早すぎる。その日は衣装なんで、お楽しみに。楽しみ、ロングトーク会。特会自体がもう久しぶりですもんね。申し込み忘れてた。嘘、そんなことあります？してよ、申し込み。え、もうできないわけじゃないですよね。まだまだいけるっしょ。7月がでももう終わってんのか。8月がいけるんだね。まだ来てください。7月はユニットの衣装です。7月は一番最初の頭の衣装です。そんな感じです。楽しみ。こんばんは。トーク会も10時スタートだね。いや、早いよね。やばくない？早すぎじゃない？ちょっと顔めっちゃむくんでるかも。もう顔パンパンかもしれない。それでも
私は良くないんですけど大丈夫か。月末初めてトーク会行く、最後に行ったの握手会。そうですよね、だってずっと見てなかったもん姿を。そっか、握手会だったんだ、なんか懐かしいな。楽しみ。こんばんは。上50分じゃ早い。そろそろ終わりたいと思います。ちょっとこの後は練習をガチでやっちゃおうと思います。頑張っちゃう。とりあえず一気に終わらせる。ありがとうございました。バイバイ。頑張ってきます、練習。またね、また明日は10時からだっけ、10時からオンラインサイン会、ぜひ見てください。ありがとうございました。あ、ショールームで配信します、それも。また明日。バイバイ。